皆さんこんにちは。今日はこの顔での登場ということで、最近買った新作のコスメたちを使って冬のピンクメイクをしていきたいと思います。前回の動画でピンクメイク動画とオレンジブラウンメイク動画どっち先に見たいですかって皆さんにコメント残してくださいって言ってたと思うんですけど、ありがたいことにピンクメイクの方が多かったので今日は先にピンクメイク動画を撮っていきたいと思います。前回の動画も皆さんたくさんのコメントありがとうございます。全部読んでますという感じで今日はピンクメイクしていくんですけど、多分来週にはオレンジブラウンメイク動画も出ると思うので、イエベの皆さんぜひぜひ楽しみにしててください。では早速今日も皆さんスキンケアから一緒にしていきますか。していきましょう。ちょっとまだ目も頭も来てないんですよ。朝で今。今日のお供はアメリカーノです。もうね、一日何杯飲んでるんだろうってぐらい朝からもうカフェイン中毒すぎて、もうアメリカーノなしでは生きていけません今。てかね、聞いてください。もう最近もう生活がばあちゃんすぎて早寝早起きしてるんですね。で最近はだいたい夜はまあ11時とか12時くらいに寝て、朝絶対4時に起きるんですよ。で二度寝もできないし、本当におばあちゃんってこんな感じなんだろうなっていうのを、28歳で今経験しております。なんで最近は朝4時に起きて、そっからねまあ片付けとかして、でも時間が余るんですよ。片付けしてもまあそれそうだよなって感じですよね、朝の4時だから。でも暇すぎて朝から読書をしてで朝はフルーツとヨーグルトを私絶対に食べると決めてるので、朝だいたいフルーツとヨーグルトを食べてっていう生活を送ってますっていう、めっちゃどうでもいい話すいません。なん今日のお供はコーヒーですとか言いながら全然話それてしまった。でごめんなさい、本当にまだまだ止まりません。もう皆さんに話したいことがありすぎるんです。もう画面越しの皆さん、皆さん友達だから、うん、ごめんなさいごめんなさい。昨日を皮膚科に行ってきたんですね。多分前回の動画でも皮膚科行くんですって言ってたと思うんですけど、まあ、芸能人とかもちょっとお忍びで通ってる、マーケティングとか全然ちょっとやってないんで、私が昔韓国人の、お姉さんにおすすめしてもらって行ってた病院があって、そこに久しぶりに行って、もう最近ね9点ライブの画面見るたびに、まあ、YouTube もですけど、もう顔がひどいなと思って、ちょっとさすがに管理してないよなと思って行ったんですよ。で死ぬほど顔に注射を打ったんですね。私中顔面陥没してるので、この辺になんか 5箇所ぐらいボトックスって、ここからなんかもうなんちゃら注射みたいなのをグッグッグッって打って、ここにもリフト注射打って、ここにもねボトックス打って、過去麻酔なし、本当に放心状態でした。もうチーンみたいな。まあその動画もねいい感じに撮れたんで、ちょっと動画も上げます。でも経過も全部見せていこうかなと思ってるんで、今月末か来月になると思うんですけど、はい上げます。で昨日治癒症を打ちまくったんで、何表情が作りにくいんですね、ごめんなさい。なんで今日ちょっとなんか苦笑いしてるかもしれません。でも本当はちゃんと笑ってます。先にお伝えしましたということで、ちょっとごめんなさい、もうオープニング長すぎなんですけど、ちょっと拭き取っていきます。あとね、先生にね、私の笑い方ってなんかこう入ってるらしいんですね。なんか口が一回下がって笑うらしくて、笑い方の練習もお家で鏡見ながらしてくださいって言われたんで、今日から笑い方の練習もします。ちなみに今日のトナーパッドはもういつものアイテムです。こちらのデューイーツリーのカーミングパッドです。最初に鎮静系のパッド使ってちょっと赤みを抑えます。でそしたら次こちら使っていきます。こちらのナンバーズインの9番の新作のリフト高濃縮美容液です。最近ナンバーズインさんの9点ライブに出演させていただいて、なのでライブ前出る前からずっと使ってたんですけど、もう良すぎて最近私デイリーで
使ってます。しっかりとお肌の弾力とかリフトアップケアしてくれながら、毛穴のタイトニングだったりとかね、そういうのをケアしてくれて、保湿力がめちゃめちゃいいんですよ。私はちょっとね、このテクスチャーがすごい好き、使用感がすごい良くて、それもお気に入りのポイントでちょっとお見せしますね。わかります？これ、こんな感じでね、ビヨンビヨンって伸びるんですよ。結構もっちりとしたテクスチャーです。でもお肌に伸ばすとさらっと伸びてピタッと密着してくれて、ベタつきとかもないので、夜はもちろんメイク前にも使いやすくて、私最近朝もこれを使ってます。若返り成分が入っているみたいで、そんなん言われたら使うしかないじゃないですか。もう若返りたいし、もうナンバーズインさんは本当間違いないので、本当信じて使ってます。なんかもともと9番のヌルボトックスとして有名だったラインの進化バージョンみたいです。めちゃめちゃアップグレードされてますっていう感じで、この美容液が良すぎて、ほんと最近のお気に入りです。で、そしたら次日焼け止め塗っていきます。日焼け止めはこちらの安定のダルバ使っていきます。皮膚科行く時とか、パッと外出る時とかはもうこれ1個だけ最近使ってます。最近ってかずっとですね。私はカラーパープル使ってるんですけど、やっぱ綺麗にトーンアップしてくれて、すごい保湿力もあるんで、今の季節にもめちゃめちゃ使いやすいです。なので本当ダルバは日焼け止め一群に入ってますね。今年かなり、今年も使ったんじゃないかな。こんな感じで全体塗っていきます。そしたら次はコンシーラー使っていきます。こちらの手に入れるのがめちゃめちゃ難しかったアバウトトーンの01番のパレットです。ではまずこのピンクのカラーを使ってクマをカバーしていきます。あ、軽い、結構思ったよりさらっと軽い感じの塗り心地です。めっちゃ綺麗、肌なじみがめちゃめちゃいいです。で、緑のカラーで鼻周りこんな感じで赤み消していきます。塗り心地というか肌なじみの良さは結構上位レベルで、めっちゃ綺麗になじみます。すごっ、鼻周りも浮いたりとかが全くない。では、そしたらこの日のためにもう楽しみに撮ってたこちら使っていきます。こちらのシェルジャンヌっていうブランドのルミエルドレークッション、私は一番明るい19号のライトのカラーを購入しました。前回もお見せしましたけど、なんかこんな感じで普通のクッションタイプのファンデです。この前の購入品動画で手の甲に出した時に綺麗すぎたので、本当に期待大のクッションファンデです。で、9点にも公式サイトありました。では塗っていきたいと思います。こんな感じ。うわ、めちゃ綺麗。なんかもうちょっとセミマットマット寄りなのかなって思ってたんですけど、思ったより薄付きで、これはツヤ感がすごいですよ。わかりますよね、ここで。カバーしてくれるか。うわ、ちょっとダメ。もう病院の先生に昨日変な顔するなって言われたのに、ちゃんと綺麗な笑顔を作ってレビューしていきます。綺麗すぎて結構びっくりしてるんですけど、まず毛穴もないし、まあこういったね、ニキビ跡はもうしょうがない、完全に消えることはないですけど、カバー力めちゃめちゃ高いです。なのにこんなにツヤ感綺麗なのってどういうこと。うわ、これは今の季節いいですよ皆さん。なんか厚塗り感が全くないんですね。で、ファンで塗ってる感じもないんで、本当になんか韓国の女優肌、元から自分韓国の女優肌ですよみたいな感じに見えます。なんかいい感じにツヤ感出してくれるクッションの中では本当にカバー力かなり高いです。で、鼻周りもヨレゼロ。やっぱ韓国でバズるのには理由がありますね。もうね、全体的に
塗った印象としては、まあ、マットセミマットツヤだったらこのセミマットとツヤの間かなって感じ。なんかテカリすぎず本当にちょうどいいツヤ感、そして素晴らしいカバー力、これ乾燥肌混合肌さんはすごいいいと思います。で結構ねお肌の明るさも綺麗に出してくれます。はい、ということでこんな感じでねもう完璧なベースができてきてるんですけど、上からこちらのパウダーを使っていきます。こちらのウェイクメイクの新作のパウダーです。ちょっと出そうかな、こんな感じでちょっと蓋に出します。ラメ感綺麗、あ、ダメ、またラメ感綺麗、うわこれちょっと見た感じやばいですよ。ちょっとおでこにのせて目周りも抑えていきます。若干ねキラキラキラって光ってすごい綺麗です。ちょっと今日は頬のツヤは消さずにいきたいのでこのよれやすい部分だけ抑えます。なんかね明るく若干キラキラっと見せてくれながらも油分はちゃんと抑えてくれてます。うん、このパウダーめっちゃいい、今日からデイリーパウダーになりそうです。私のめちゃめちゃ綺麗なんですけどびっくりしました。では次は眉毛を描いていきます。こちらのルミルの03番のカラーの眉描き使っていきます。これもこの日のために撮ってたんですけど綺麗、描きやすい、いい感じじゃないでしょう、色も合ってるし。こんな感じで眉毛描いたら上からペリペラの05番のカラーの眉マスカラをちょっと乗せていきます。この眉マスカラも韓国ではずっと売り切れててもうほんと手に入れるの大変でした。私みたいにね眉毛がちょっと濃い方にすごいいいみたいです。あ、塗った感じ結構思ってたよりピンクみ強いかも。でもめちゃめちゃ柔らかくなりますね、やっぱり塗ったら。私みたいに眉毛濃い全国の仲間の皆さん、これは買いだ、めっちゃ綺麗。最近メイクサロンでもこれはよく使われてます。という感じでこんな感じで眉毛まで柔らかく見せましたら、次はもうカラーグラムのいつもの安定のノーズシャドウな感じで入れていきます。でこんな感じで伸ばしていきます。こんな感じで鼻ができてきました。そしたらこれももういつもと一緒の作業に入っていきます。もう安定のトゥークのペンシルです。ほんとこの陣地をどうにかしたい。で輪郭もガンガン削っていきます。この虹顎部分もしっかり入れてこの部分も入れます。でブラシで伸ばしていきます。でいつものちょっとロムアンドも使って上から若干固定します。でいつものこのハイライトをほうれい線の部分にのせていきます。でちょっと明るさを出します。でちょっとこの部分クマの部分にも明るさ出します。こんな感じでベースが全体的にできたら、次ももう楽しみに撮ってたこちらのリリーバイレットの12番のカラーを使っていきます。こんな感じでもう色味ラメ感激カワです。もうデイリーで使いやすい必要なカラーだけが入ってます。ではまずこのカラーを使ってベースで全体的に明るく明るさを出していきます。うん、こちらも粉飛びなし、ふわーっと明るさを出してくれます。ベースカラーなんですけどすごい発色もいいです。いちごミルクって感じで、このまま下にも全体的に今日も結構広めにのせていきます。こんな感じで全体にベースのせたら、次はこのカラーを二重の部分にのせていきます。こんな感じで若干グラデーションになるように二重の幅の部分にのせていきます。色味がめっちゃ綺麗てか可愛い、なんかいちごほんとミルクって感じのパレットで、普段ね暗すぎずこんな感じの色味のいちごミルク系のカラーのパレットよく使うっていう方はすごいいいと思います。なんか明るすぎず暗すぎないちょうどいい感じのカラー感です。
しかもね、少量でも発色がめちゃめちゃいい。こんな感じで二重の部分、そしてこの三角ゾーンに今乗せました。そしたら次はちょっとこの2色を混ぜて、この部分、目頭の部分と目尻の部分に少しだけ色、影を入れていきます。この部分に少しだけ影入れます。で、ちょっと目尻の部分もこんな感じで重ねることでちょっと深みが出て、でもなんか、なんて言うんだろう、濃いブラウンとかじゃなくてちょっとグレーとベージュ系のカラーなんで、全然こう派手に濃くなりすぎず、この2色もめっちゃ綺麗。ちょっと広めに描きたいんですよね。いつも広めには描いてるんですけど、最近サロン行きながら、あ、自分が思ってるよりももっと広くこう乗せていいんだっていうのをちょっと学んだので、こんな感じでちょっと広めに乗せました。そしたら次はこのブラウンのカラーを使って、ラインを引くちょっとベースを描いていきます。ちょっと上がり気味で、上げ気味で描いていきます。いつもよりは気持ち若干上の方からちょっと上げてラインを引きました。で、そしたらさっきね、この人中の溝を描いたトゥークのペンシルでちょっと涙袋を描いていきます。涙袋もがっつりこんな感じ、ちょっと横に描くような感じで、横長に描くような感じで描いていきます。そしたらこちらのトゥークールフォースクールの最近お気に入りで使ってるコンシーラーで、次のせるシャドウが密着するようにこんな感じで描いていきます。で、裏のブラシを使ってぼかします。そしたら前回のブラウンメイク動画だったかな、で、ぶち折りました。トゥークールフォースクールのペンシル、このね15番のカラー使っていきます。もう今日はちゃんと柔らかく、描きたいと思います。こんな感じで、うわ怖いな、少し明るさ出していくような感じで、あ、めっちゃ可愛い。でも15番、結構明るめのピンク、でも派手すぎない。うわこれは可愛いわ。てか合う、このリリーバイレットのパレットとこの15番めちゃめちゃ合います。こんな感じでなんかね、サロンでしてもらったみたいな涙袋が一気に完成しました。で、この上からまたトゥークールフォースクールの、これはグリッターです。グリッターの4番使っていきます。これを今日はもうピンクメイクなので上から重ねてのせます。あ、綺麗に笑います。かい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 、皆さん皆さん、はい、もうこの15番と04番のグリッター買ってください。完璧です。はっ、激かわすぎ。もう今日から、はい、もうこのメイク、デイリーメイクです。ちょっと待って、グリッターの輝きがレベチです。超綺麗だし、これはあのさ、とか言ってごめんなさい、もうほんと皆さん友達になってる、あの、なんていう、リキッドタイプのグリッター塗るの難しかったって方、のせるの難しかったって方でも、これも一塗りでいけます。一塗りで綺麗に塗るので、いやもう大優勝ですわ。リキッドタイプのグリッターってね、結構量調節したりとかするの難しいじゃないですか。でもこれは量調節いらない。ちょっとびっくり、可愛すぎてびっくりした。はい、すいません、喋りすぎました。ということで次は、日本語で何か分かんないんです、いつも。もういいや、これこれじゃない、これ、ごめんごめん、これの何番、20番のモブボーンっていうカラーのアイライン使っていきます。これを全部に引いていきます。このちょっと目尻は若干最近広めに描いてます、ここの部分だけで。そのまま前に持ってきて、この目頭もしっかり入れます。こうちょっと縦に広く濃く前にそのまま持っていくという感じで、目元がどんどん完成してきたんですけど、まつげを上げていきます。思い出したね、あのね、ここにちょっとネイル見せていいですか、今日今回の。こんな感じでクリスマスネイルでめちゃめちゃ可愛くしていただいたんですね。いつものあのゆかさんにキティちゃんつけて、ちょっとチェック柄にしてリボンもつけて、ハートつけて、でここにね、
あのクマちゃんがいらっしゃるんですよ。そしたらなんとあのクマ先生があのいらっしゃるので指が入らないという現象が起きました。ちょっと初めてかも。あ、ビューラーがこうむずい。今まで私大きいパーツ結構つけてきたんですけどね、ちょっとクマ先生が思いのほかちょっと厚みがあったみたいです。全体まつげ上げたら次はいつものクリオのシャープソーシンプルペンシルの03番のカラーで粘膜を埋めていきます。ホラー映像みたいになってますよね。こんな感じで粘膜埋めたら、今日もいつもの安定のフィリミリの02番の、つけまつげつけていきたいと思います。こんな感じでつけまつけてきたので今からはラインを引いていきます。この前回購入品でもご紹介したエチュードの、フィックスアイライナーの01番使っていきます。これ使ってまずこのつけまつげの根元の部分を黒く上からちょっと描いていきます。でちょっと隙間もなじむように埋めていきます。こんな感じで隙間埋めたら次さっきあのシャドウで描いたラインに沿ってラインを描いていきます。こんな感じ、ちょっと跳ね上げて描いてます。いつも結構このね目尻のこの部分からしっかり描いてたんですけど、それよりも若干気持ち上からこんな感じでちょっと跳ね上げるような感じで今日は描きました。でこのまま目頭もちょっと描いていきます。はい、という感じでこんな感じでライン描いたら次はこちらのミュードのフィクサーマスカラ01番のクリアブラックを使っていきます。これを上下に塗ります。こんな感じでつけまつげとまつげをくっつけるような感じでしっかり固定します。で下まつげも目頭から目尻までしっかりこんな感じでのせていきます。でそしたらもう私の大好きなエチュードのこちらの04番のブラックのマスカラを下まつげにのせていきます。こんな感じで上から重ねてしっかり長さ出していきます。下まつげ全体にマスカラ塗ったらちょっとツイザーで束感を出していきます。こんな感じでマスカラまで塗ったら目元は完成なんですけど、今日はちょっと涙袋だけ足していきます。シャドウはすごいね発色良くて、あのお直ししなくてもいいくらいめちゃめちゃ綺麗にのってくれてるので、ちょっと今日はシャドウは直さなくていいかな。でこんな感じで涙袋まで描いたらもう皆さん気になりますっていうあのコメントがすごい多かったこちらのチーク使っていきます。こちらのビオブの04番のモーブガーデンっていうカラーを使っていきます。まずこの2色混ぜて、ちょっとベース塗っていきます。ちょっと今日広めに塗っていこうかな。こんな感じ、ふわっと発色です。綺麗、かわいい、色味伝わってるかな、かわいすぎるんですけど、頬骨の方まで広めにのせます。よれたりとかもせずパウダーしたみたいな感じでピタッと密着してくれてます。でこの上からこのカラーのせていきます。さっきのせたのが普通のパウダーで、ちょっと今からのせるのジェリーっぽい感じなんですよね。ちょっとスポンジでのせていきます。ジェリーとは書いてあるんですけど結構パウダーっぽい感じです、実際には。で上からこんな感じで、あ、かわいい、かわいい、ちょっと激カワなんですけど、これ買い、これもなんかほんとサロンでチークしてもらったみたいな発色です。ベースもポイントもカラーかわいすぎて、ここのあの何でしたっけ、美容部のチークは1個持っとくべきだわ。これやっぱサロンで使われてるのにも意味がありますね。はあ、かわいい、やばい、ちょっと色味、この組み合わせ、ベースとポイントのカラーめっちゃかわいいし、ベースが崩れないんですけど、すごい。こんな感じで
完璧です。チーク最近使ったこういうパウダー系の中で、パウダー系というかパレット系の中でダントツ1位、めちゃめちゃいいという感じで、チークまで塗ったので次ハイライト、これはね皆さん韓国に旅行に来た際にはぜひぜひチェックしてみてください。カンナムのオリーブヤングは結構どこ行ってもあって、このオフラっていうねハイライトなんですけど、私は新しく出たあのカラーを買いました。乗せておきます。ちょっと今日はこれを手で乗せていきます。うわすごいかわいいビーム。あ、これはちょっとねあのラメ自体、ラメというかハイライト自体はシルバーっぽい感じですね。完全シルバーですね。もう誰でもすごい使いやすいと思います。こんな感じで真珠部分にもちょっと乗せて、うわ輝きすごいな。これちょっとクリスマスに使いたいくらい。クリスマスどこも行く予定ないんですけどね、多分家で編集してるんだろうなと思います寂しい悲しい28歳のクリスマスです。こんな感じでね、もう全体的にメイクはもう終わりになってきてます。リップペンシルはもう大好き、これなしてはもう私生きていけない。エスポアのクーリングボリュームっていうカラーのペンシルを使っていきます。これ使って、私この部分の唇がないのでこんな感じで大場目に描いていきます。でちょっとでも人中が短く見えるようにいつも頑張ってます。これがプランパー効果あるのでこんな感じで唇の外側からぷっくり見せてくれるんですよ。で持続力ほんといい、いつもびっくりします。ご飯食べても綺麗に残ってるんですよ。なんでこのリップペンシルなんか使い始めてから私他のリップペンシルが使えなくなりました。で次は、DM でもねコメントでもモーモーの新しいプランパーレビューしてくださいっていうお言葉をたくさんいただいてましたので、今日は私のこちらの3つデイリーリップたちを使っていきたいと思います。まずこちらのね、もうこれはもうずっと使ってる、マットリップから使っていきます。こちらのモウモウの05番のマットリップです。まずこれをベースでこんな感じで塗っていきます。これ本当に私のあの2024年のベストマットリップですね。相当使いました。多分モウモウは本当なんか一番使ったんじゃないかなと思いますね、2024年のリップの中で。こんな感じでマットリップなんですけど結構塗った感じがもっちりしっとりしてるので、本当冬にも使いやすいし唇乾燥気になるっていう方でも使いやすいマットリップです。で発色もねすごい、色味も可愛いんですよ。さすがあのザクラスモナクの皆さんが作ったリップというような感じで、もう05番を私かなりもうほんと入ってないんじゃないかなってぐらい使ってます。でその上から新しく出たこちらを塗っていきます。モウモウのプランパーの01番のカラーをまずベースで塗っていきます。これを上から重ねてこんな感じ、もうね超綺麗なんです。ツヤ感もあと 色の持続力もいいし、プランパーなのですごいぷくっと見せてくれます。全然痛いとかはなくて、ほんとなんか今もう着てるんですけどなんかスーってするような感じ。ほんと色味めっちゃ可愛くないです。バブみのあるベイビーピンクというか、皆さん使いやすい、ベースで使いやすいカラーだと思います。私はこんな感じでベースで乗せて、その上から同じねあの新しく出たプランパーの02番を、中に塗っていきます。でグラデーションしていきます。こんな感じ。もうねこの01番と02番はもう買ってください。皆さん本当にあの組み合わせ最高です。最近私が9点ライブでつけてたリップも、前回の動画でつけてたリップもモウモウです。こんな感じでグラデーションしていきます。こんな感じでうるつやぷっくりモテリップの完成です。はい、という感じで冬のピンクメイクの完成です。今日はちょっとピンクラブリーめなメイクになってきたので、ちょっと髪をこのまま巻いていきたいと思います。はい、という感じで今日は久しぶりに髪をこんな感じで巻いてきました。
さっきセットしながらこう鏡見ながら思ったのが、時間がどんどん経つにつれてリップツヤ感が増してます。めちゃめちゃ可愛い。今日も本当にベースからアイシャドウ、そして涙袋、そしてチーク、そしてリップまで本当に完璧だったんじゃないかなと思います。もう今日から私のデイリーメイク確定です。もうすぐねクリスマスだったりとか年末年始でね人に会う機会皆さん増えると思うので、ぜひぜひ可愛いコスメたち使って可愛くして遊びにね、年末年始クリスマス迎えてください。はい、ということで今日もねちょっと動画長くなってると思うのでここまでにしたいと思います。次はオレンジブラウンメイク上がりますので、皆さんよかったらぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。皆さん今日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。